それでは愛さんよろしくお願いします。はい、旅ポでセールス担当してます愛です。よろしくお願いします。します。今回は旅人に日本のおすすめの旅先やスポットを聞くということで、愛さんのおすすめの旅先スポットを教えてもらいたいです。はい、私のおすすめは、沖縄の那覇と、あとそこからすぐ近くで行ける離島の与論島をおすすめしたいと思います。那覇はどんな場所がおすすめですか？はい、私が結構前職から出張で、那覇には行く機会が多かったんですけども、最近すごい新しいホテルが増えていて、アートホテルだったりとか、あとはその海が見えるオーシャンビューの、ホテルとかがあったりして、なんかそこは今までシティホテルばっかりだったので、新しいホテルで面白いなと思って前回も先週ですかね泊まってきました。そのホテルはこうなんか特別な体験ができたりとかあったりしますか？そうですね、アンテルームっていうホテルは、本当にアートホテルで、入った瞬間美術館みたいな感じでインスタレーションの大きな展示があったりとか、実際に客室にも一つ一つ個性豊かな作品があったりして、毎回何度泊まっても面白いホテルになっています。ありがとうございます。那覇で、おすすめの料理だったりとかありますか？はい、おすすめの料理は、たくさん面白い居酒屋さんがあるので、なんかそういう地魚とかそういう郷土料理とかを使った料理屋さんで、裏通りとかにたくさんあって、浮島通りっていう通りが那覇の国際通りのすぐ近くにあるんですけど、日中はクリエイターさんとかのたくさんのこうショップとかがあったりして、夜は居酒屋とか結構ディープなスポットがあるので、街歩きすごい楽しい場所になってます。ありがとうございます。そしたらじゃあ与論島の方のおすすめのスポットを教えてください。はい、与論は鹿児島県なんですけど、沖縄から4時間ほどフェリーに乗るとそこに着くことができて、また海の色が全く違う、すごい透明度の高いこう島、小さな島なんですけど、そこでいろんなマリンアクティビティとかゆったりバケーション的に過ごすことができると思います。かなりこう田舎の島を楽しめるような場所になってます。そうですね、コンビニとかが全然なくて、都内とかとは全く違う雰囲気が楽しめるのと、あと島民の人が優しいので、レストランとか居酒屋とか行くとすぐ話しかけてくれたりするのがすごい面白い場所になってます。すごい旅気分味わえそうですね。はい、そしたら最後に、日本を旅したいという方に向けてアドバイスや一言お願いします。はい、今なかなか行けない日が続いてると思うんですけども、GoTo トラベル東京も解禁になったので、なんか冬の寒い時期にぜひ暖かい沖縄とか行くと楽しいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。